皆さんこんにちは。今日も動画のご視聴ありがとうございます。ですね、4月の14日、月1の診断だったんですけど、あ、報告かけるの忘れちゃったと思って今日仕事帰りなんですけど、ちょっと緊急で動画を回しております。こんなミカみたいな、今日ミカみたいですよねこんな格好で会社に行っても平気な会社なんで、こんな格好で行っておりますが、ということでね、今日じゃないの、この間その病院行った時にこんな冊子をもらってきました。大腸がん早期自覚症状がないとか、陽性なら必ず精密検査を受けましょうっていうね、冊子なんですね。で、思い込みは危険です、自分で判断しないでください。まあ、これ全てのがんに通じる、特にねこの精密検査を受けましょうっていうのね、もう私にも教訓でもあるんですけど、本当に全てのがんに通じることだと思うんですね。まあ、いろんな方もねお話しされてますけど、早期発見がいかに大事かっていう話なんですけど、実は私の父もね、大腸ではないんですけど、小腸と大腸をつなぐ S 字結腸っていうところのがんで、もう23年ぐらい前になるんですけど他界しております。で、父もねやっぱり早期発見じゃなかったんですね。お尻から大量の出血があったんですけど、近くの病院に行ったら痔だって言われて、で痔の診察というか治療を半年ぐらいしてたんですね。で、出血も結構ひどかったみたいで、私の生理用のナプキンをねちょうだいって言ってお尻に敷いたりとかしてたんですけど、本当笑っちゃうんですけどね。なんだけど半年後ぐらいに腸閉塞を起こしまして、で市民病院みたいなとこに緊急入院するんですけど、まあ、私が駆けつけた時は鼻から管通して「パパどうしちゃったの?」ってちょっと悲しい状況になってたんですけど、まあ、私なんかはねもうオロオロするだけなんだけど、うちの兄とそれから兄夫婦ですね、兄の義理の姉ですねが実に心配してファインプレーだったんですけど、そのままここにずっといたらなんか心配だっていうことで大きな病院に転院させてくれたんですよ。したらやっぱりS 字結腸がんというの見つかりまして、で見つかった時はねもう思い出すと本当に目がうるうるしちゃうんだけど末期で余命3ヶ月って言われたんですけど、まあ結局そこから手術して5年ぐらいは生き延びるんですけど、やっぱり、ね、がんはね本当に、まあ私も今がんになってて恐怖っていうのはやっぱりね、その痛みが出てきた時とか、まあ、父のことも目の前で見てますんでね、早期発見でちょこっと取って終わっちゃうぐらいでね、なったとしても済ませたいっていうか。私の周りの方は本当にねそれで終わってくれたらいいなって心から思うんで、まあ、みんなががんになるわけじゃないんですけど、今2人に1人って言われてる時代なんで、本当にね心配だったら適切な医療を受けられるように治療に皆さん向かってください。でまあ、私もねその乳がんに関して前兆っていうのがね、今思うとこの脇の突っ張りだけじゃなくてねいろいろあったんですよ。でね YouTuber さんでメグさんって方がいらっしゃって、同じく乳がん患者さんなんですけど、まあ、私より若い方だと思うんですけども、とっても聡明にねお話の上手にされる方が、まあ、なんか独自にアンケート取られて乳がんの方こういう症状が事前にあったよっていうのを動画上げていらっしゃったんで、本当はここにねこう小窓でね貼り付けたかったんですけど、メグさんごめんなさいちょっとうまくできなくってとりあえずちょっとリンク貼りますんで、一度皆さんも是非ご覧になってみてください。ね、ということで本当に早期に発見して早く適切な治療を受けられればがんは今治るって言われてます。ね、で本当にねもう自分ががんになるのも怖いし、家族ががんになるのも怖いし、がんになっちゃったらどうしようとか、もう不安なことばっかりで、それを煽る気は全然ないんですけどね、遅くなれば遅くなるほど治療も大変になるので、定期検診には必ず行って、何か疑いが出たら私みたいにね軽く考えずに適切な専門の病院に行ってちゃんと検査を受けてね、悪いものはすぐ取れるような状況でいられたらいいのかなと思いますので、今日はこんな動画をお話ししました。私そういえば自分の、治療結果言ってないですよね。4月のね診断結果は、腫瘍マーカー 2.1 で横ばいです。今日も元気に仕事も行ってます。ということで、私もこれ乳がんになって丸1年経ちます。で、家族もいない状態でね、乳がんになって最初はやっぱり不安で誰に話してもいいか分からなかったし、メンタルもやられて、本当にもうね、泣きたいんだけど泣けないような状況で、すごいしんどかったんですけど、なんとか乗り切ってきました。うん。なのでまたね、そういう話どうやって乗り切ってきたのとかっていう話も、私なりに話していきたいかと思いますので、また是非この動画の方ご覧ください。ではこの動画が良かったと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。